はいどうもこんにちは。今日もメカアリーナ実況をやっていきたいと思います。さあアイコンのところを確認しますと、ランサーの実績が解放されたので確認します。アーセナルマスター4ランサーで複数のジャベリンを使い敵メカを300体倒す。300体ですね、ジャベリンで倒しましたので、さあ80ポイント受け取りたいと思います。ほい、80ポイント。さあそして来ました。長かった。ランサーブルーネオスケールをゲットいたしました。これがね欲しくてね、ものすごい大変でしたけど、ジャベリンをね打ち続けてようやく手に入れることができました。比較的ですね、ランスターは実績クエストがそんなにね難しくはないですね。例えば武器系なんですけど、 RPG を使って一定のダメージ、プラズマキャノンを使って一定のダメージ、ジャベリンで一定のメカを倒す内容になってます。もう少しでクリアできそうなのがハイフライヤー、ジャンプジェット能力で空中で一定のダメージを与えるという内容になってます。ジャンプをしながらジャベリンを撃つ練習にもなりました。余談ですが、敵がジャベリンを撃ってきた時にこちらがランサーだった場合ですね、ランサーにしかできないジャベリンの避け方というものがありまして、敵がジャベリンを撃ってきたら若干左右の要素を入れつつ真後ろにジャンプしていただくとほぼほぼ全段回避できます。相手がずらし打ちをしてきた場合はさすがに2発目は避けることはできないんですけど、それでも致命傷を回避することができます。よかったらやってみてください。ブルーネオスケールに着替えたいと思います。決定。はい、現在ランサーのランクは3でジャベリン4を2丁装備することぐらいしかできません。ランサーはエネルギー容量16系の武器となっておりますので、ランクアップに大量の A コインを消費いたします。ランサーは使っていてとても楽しいですので、ランク4にしてジャベリンラック6を1つ取り付けられるようにしたいと思います。はい、